後山は、兵庫県思想市と岡山県三正市にまたがる、標高1344メートルの山である、兵庫県側からは板場三山とも呼ばれる、中国山地東部にあたり、氷の山と山なぎ山国定公園の主要な一部を、なす、兵庫五十山、近畿百名山、中国百名山の一つ、山島三角点がある、 山頂部分は岡山県三正鹿市川に位置する。後山は岡山県と兵庫県の県境に位置し、岡山県においては最高峰だが、兵庫県では氷の山、三室山に続いて第三番目に過ぎない。後山を南東とし、船木山、鍋ヶ谷山、駒野大山、ダ樽ヶ方と次第に高度を下げながら北西に続く稜線を形成している。山頂からの展望は、 優れている。登山道は、思想市川から、板上渓谷あるいは畜産高原を出発点とするか、三正坂し後山川を出発点とするルートが一般的である。後山は、西大峰山と呼ばれることもある。主験道の中心地として栄えた山の一つであり、今日でも三正かし川にある道仙寺奥の院の周囲は、女人近世とされている。 後山そのものは縁のヌにより開かれたと伝えられているが、道仙寺は現長年間に総統登録模法院によって開かれたとされており、実際の後山における修験道の発展は13世紀以降と見ることができる。今日でも50以上の行場が存在し、様々な形での修行が行われている。9月7日と8日には、道仙寺の奥の院と小道にて、 紫明かり大誤魔法用が行われ、全国から1万人余りの修験者たちが訪れる、後山の山頂を西から望む、ありがとうございます。